でも一つ言うとマジで寒すぎてやばい、寒すぎてやばいので気をつけてください。こんにちは、クロちゃんさん、ありがとう。寒いね、足元をちょっと温めてカイロとか貼った方がいい。ムッツさん、ありがとうございます。こんにちは、今日来てくださること待ってます。12月だからね、寒いよね、そりゃ寒いかって感じです。まだメイクしてないんだけど、メイクね、会場着いてからメイクしようかなとも思ってんだよね、崩れちゃうからね。伊沢さん、ハッタありがとう。2週間後にお正月、その言葉を聞くだけでちょっとテンションが上がります。2週間後、よやばいね。今すっぴんです。堂々と言えることではないが まあクリスマスがね、まだクリスマスまだなんでね、クリスマスを迎えたらもう次はお正月ね。福岡寒いね。好きなおせちは栗きんとんです。
クリぼっちクリぼっち、私も公園あって救われます伊沢さんありがとうございます。ゆきまだ引きずってます。クリスマスコーン外れてる、なんか当たった方もいたけど外れちゃう方も結構いるのかな。感覚空いてますけど、確かに。でも2時からと4時からのやつは振り替え、そう3引くない振り替えで、6時からのやつが多分3引じゃ君どこのやつなんでね、多分みんな6時からの方が多いのかもしれない。なのかトナカイなのかギーなの、でも私アンダーなんでね、緊急性公演の時だったら選べてたんですけどどっちにするか、だからアンダーの時は多分石尾さんがね決めてくださってるから、七色の時も石尾さん決めてくれたかな、今年も多分一生さん決めてくれるな、きっとサンタさんだと思う。21日用のね、そうなんで近いのよね。21日アイアンライブで、20日の日もねアイアンライブリハあるんだけど、制服の目のねリハも公演リハもね入っててね、夜までやばい、アイアンの前日だけどやばい。制服の目ももうこの土日に練習しないと、もうやばいやばい本当に。頭がもう追いつかない。そう本当バタバタ、頭パンク、いやしそうでしないねもうなんとかよ、なんとか乗り切りますよ。そう追われてます、みんなね忙しいメンバー多いです今月は、
アイライン終わっ、そっか、頑張ります。土日で終わっちゃうから、今週もね、土日頑張りますね。楽しみですよね。24はリセットで、25が制服のみか。カメさん、ファイト、ありがとうございます。チームグリーン、ね、終わりましたよ。七色も寒いです。外マジで寒いのよね。どうしよう。アンダーかけましょう。すごいわ。いや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 、全然です。ありがたい。ね、そうなんだよね。暑いって言ってたのにもう寒いね。本当に寒すぎる。DMM でお願いします。ぜひ夕方ね。うん、夕方からの方が多い気がする。今日じゃあまあ2時からと2時からと4時からと6時から。あ、906日目、ありがとう。06。6になりました。ありがとうございます。うん、ありがとう。もうね、900改めて見ると結構でかい数字になってきてるっていうね。イエイ。サオさん、かわいい、ありがとうございます。通りもん食べたいんだけど、早く。鶏も早く食べたい。1月ね、私の賞味期限が1月3日目までなんですよ。そうだ、ギリギリなんだよね。お正月帰った時に
ばあちゃん家とか、おばあちゃん家もそうだし、お家もにも買ったんですけど、そう土で開けるからね、まだ食べれないんですけど、そう3日まで、1月3日まで賞味期限だから、ちょっと割とギリギリ。逃走中ツイッター、そうそう予告動画来てた、いいねしました。いや美女と野獣ってもうね、なんか結構久々だね、あの物語ストーリーが組み込まれてる逃走中は久々なので、ちょっと嬉しいね、嬉しいけどマジで、夜、元旦の日の夜はお家で見ます。外食とか、え、元旦ってでもみんな何してます？私はおばあちゃんって言ってるのかな、毎年どうなんだ、私が最近頼んだリップが届いたわ、うわ嬉しい、そうなんかね、ミッションなんかねすごいありそう、簡単だからね、ちょっとスペシャルだから、なんか変わったミッションとかあるんじゃないかなと思って、美女と野獣、なんかすごい野獣が出てた、怖い野獣みたいなね、かぶってた人いたよ。朝から飲んでいいです、朝から待って、朝から飲ん、美味しいんですか、朝から飲むお酒は全然しっかり移動、まあ1日はね移動多いよね、ちょっと寒いですよ、寒いんだやっぱり、会いに行きますね、よろしくです、ああ楽しみです、寒いんだ、会場寒いんだやっぱり、初参戦で、初だって、それはドキドキ、ハッピータイムが一番欲しい、何ですかハッピータイムって、
スタイルが緊張する。いやでも私も お話聞いたと久々なんでドキ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 です。2時くらいから居酒屋で200円くらいで飲む。そうなんだ。どうも坂本さんありがとうね。半年ぶりです。近くに感じる。そうなんだ、ね、なんかでもちょっと聞こえづらい時あるからね。キリがない。まとめて来てくださいちゃんと聞こえづらい可能性があるんで、なんか思ってるより、マスクしちゃってるしね、みんな。そう、口の形を見れないので、そう、意外と聞こえにくい時があるから、大きめに話してもらえたらありがたいですね。そう、私も結構大きい声だし、そう、大きめな声で話します。ガッチさん、さゆりありがとう。握手会はね、握手会はね、もう近かったんですけどね。聞こえづらい。うん、ちょうどいい説ある。いや、そうなんですよ、結局。うん。キーホルダー、あ、ありがとう。売ってるんだね、推しキーホルダー。会場で売ってるのかな。仕事中頑張って。
つもりしてますか？してない、そうそう、あ、してないんで、したいのよ。11時になったらしよう。本当に集結してるの。あ、みんな結構でも今日来てくださってさおさん、ありがとう。ドトールいいね。魂だけ。え、会場寒いのかな。え、寒い？結構寒い感じ。クリスマスの昼、昼ラストは思わず泣いちゃいました。最悪ね、泣けます、本当に泣けた。寒いんかな。あとは見てないんですよ。見に行ってないんですよ。ピンク可愛いじゃん。関東の方は寒いんかな。関東の方寒いの今。え、こっち尋常じゃないぐらい寒いんだけど。あ、関東の方寒いんだ、天気見たら。尋常じゃない、換気してるから。本当ですか。そうですね、換気でちょっと寒いっぽいので、あったかくしてきてください。
ったかくしてきてって言って、今動物の森の中のね、私はね駅伝の服を着てるから、駅伝の服着てるからもうめちゃめちゃ寒そう。私は今短パンに半袖じゃない、ノースリーブです。寒すぎん？小学生スタイル。トマさん、ありがとうございます。風邪ひかないでね。たまに動物ちゃんたちがね、体調悪くなるときあるんだよね、動物の森。で薬あげたり。あ、でもどう、あつ森ではちょっとまだ見かけてないんだけど。待って待って、超絶でっかいクマさんいるんだけど。かわいい、欲しいけど高そう。超でかいクマのぬいぐるみ、買っていいかな。買っていいかな。8500ベルもする。買っていいかな。でっかいクマちゃんで可愛いんですけど。可愛いんだもんな、これ。買っちゃいました。現品限りだって言ってるから買っちゃったよ。買っちゃった。また働かなきゃ。株で儲けたいけど、株ちょっとね、そう、安くしてほしいんだけどね。カメさん、あ、クマ、ありがとう。超でかいクマなんだよ。お家に置く。でも多分8500円はまだ安い方だと思うんだよね。現実だったらもっとするよね、多分。もうちょっとする気がするんで。株はまだ買ってないですね。あの、めっちゃ熱盛ブームの時は、やり込んでた時は株でね、
大儲けしてました。大儲けしてたんだけど、ちょっと行き来するのが今ちょっとめんどくさいから、そう、行き来するのがちょっとめんどくさいのに。株が一番儲けることができるんですけど、誰か新しい住民来ないかな。なんかさ、でもあつ森って家具とか揃えるの結構大変だよね。レシピ DIY レシピを集め、他の島に遊びに行かないと無理だね。多分持ってる方の島に行ってなんかもらわないと無理だ。風船、もう風船売ってない全然最近。私あのメッセージボトル毎回レシピ入ってるよね。みんな福岡来てなんかご飯食べるんかな、うん、何のご飯食べるんかな。もつ鍋食べたいよ、また。普通で醤油がいいですね。塩は食べたことない。塩か醤油だったら醤油、味噌と醤油は選べないな。つらさんとお話ししたかった。AI に来てください。今19時受付中です。一応19時受付中です。君どこですね。君どこ
19時受付中なんで、ぜひみんな来てください。君の声じゃない。間違えました。アルバムです。セカンドアルバム。HKT セカンドアルバムですね。の19時受付中なのでぜひ。でかもつ鍋の塩食べたことないの。緊張しよう。うまく話せるといいですな。私もお昼ご飯何にするか、うどん、すけさんうどんとか、どうでしょうか。事前登録まだ、ああ登録ね、皆さんお忘れなく。お腹減るよね。もつ鍋が食べたいぜ。明日寒いのかな。明日も寒そう。最低気温1度って書いてあった。
1度はちょっと寒いね。効果ないかな。あ、待って違った、見てなかった、違うとこ見てた。明日4度だ最低、最高10度で雨だ、明日雨だ、やばい、雨はちょっと嫌だね、濡れちゃうよ。集まる動物の森をやってます。動物の森、雨で寒いの、そう、みんな風邪ひかないように気をつけてね。天気がいいならね、いいんだけどさ、そう、雨っていうのがちょっとね。雨っていうのがちょっと厳しいよね。みんなが何を食べるか、お土産とか買うのかな、福岡のお土産。
けど食べてないですね私も本当に。三日月、うん、いいねいいね、まあ、空港にね何でも売ってるからね。定期的すぎてそう、でもまあ本当に福岡久々に来るって方もねいらっしゃるんじゃないかなって思うんだよね。公園でね来てくれる方もいると思うんですけど、あんまりね近くに住んでなくてちょっと遠いからね、お話し会の時握手会の時とか行くけどっていう方は結構久々効果なんじゃないか。でもいろいろ新しいお店もできてたりしますからね。あるいはなくなっちゃったり、なくなっちゃってるお店もあったし、そうね、結構時間がなく結構バタバタしてるかもしれないけどみんな、うん、お腹すいたな。何が人気なんだお土産とかは。でもさ、通りもんのなんかずんだ味みたいなのが出てたらしくてね、期間限定で前に。そう、今はちょっとないっぽいけど、ね、いいなと思った。ずんだとか、あとな、いちご味なんか、そう期間限定であったらしいです。博多駅のクロワッサンも美味しいしね。とうん、ラーメンもつ鍋、もつ鍋はお店がありすぎて迷っちゃう。私もなんか全然行ったことないお店、ご飯屋さん全然でもな、そんなに行ったことないからね。そう、おすすめね教えてって言われてもね、そう行ったことあるとこしか教えられない。ずんだ系弱いんだけど、まあ、そんなに食べないけど、ずんだシェイクが好きってだけなんだよねクロワッサン、あ、行列、毎回列できてるんですよ一人なの。カフェ巡り、カフェもいっぱいあるからね、おしゃれなカフェが。あ、30分になったら終わります。夜もまた配信すると思いますけど、福岡といえば何味なんだろう。ないか、抹茶、
飯系でいうと明太子とかが、明太風味とか明太子味っていうお菓子とかが多いかもだけど、甘い系のやつだとね、ちょっと何味ないか、そんなに。メイク道具持っていかないと。いちご、いちご、あ、いちごが、いちご狩りた、行きたい。まだだけど、いちご狩りとかまだだけどさ、よし、メイク道具はこれで OK かな。パークアウトさんありがとうございます。重いんだよね、メイクが重いです。今日はあれだけど、明日何時だ、明日も私遅めだね、遅めスタートだね、3時からか、ゆっくりめですね。あとエアポッツ忘れずに持ってって、充電器忘れない、オッケー。来てくださる方お待ちしてます。でそろそろランキングを見ます。13位 SOF さん、12位 ノッツさん、11位 ノーさん、10位ユイチさん、9位 HAGYON さん、8位ショーちゃんさん、7位バークアートさん、6位フグピグさん、5位ただの魚さん、4位クルちゃんさん、3位ナオさん、2位イサオさん、1位カメさんです。フグピグさんファイト、ありがとうございます。ありがとう、来てくださる方、あの気をつけてお越しください。もう来てる方もいるかもしれないけど、話したいことある方はぜひ忘れずに。じゃあね、みんな、また今日の夜。バイバーイ。